あ、はい、そうです、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ目線こっち、目線こっち、今度こっち、目線こっち、目線こっち、はい、OK です、はい、ありがとうございました。はい、はい、今日は来ていただいたのは大学でそのセクシャルマイノリティの人たちのことを正しく理解してほしいなって思って勉強会などしてます。おー、はい、それでこの活動を知ってぜひ応援に来ようと思って。あ、どこの大学ですか？山梨大学です。から来たんですか？はい。うわすごい、ありがとうございました。頑張ってください。 ありがとうございます。配っててどうでした？なんか気づかれたこととかってありました？ちょっとやっぱ冷たいなっていうわけではないですけど、あの反応が受け取ってくれない受け取ってくれない感じ感じはちょっと感じで、全員やっぱ絶対身近にいるはずなんで、悲しいとか読み方がもっと知ってもらいたいな。いや、知ってるんですよ。石坂さん配っててどうでした今？配ってて、そうですね、でやっぱり何やってるんだろうっていうふうな感じで見てくれてる方狙っていくと結構受け取ってくれる感じではあるんですけども、やっぱりパッと聞いて今セクシャルマイノリティって何だろうって分からないけど受け取ってくれたって方が多かったのかなっていうところの感じでした。でやっぱりこの、ね、立ち会期今年が初めてなので、また年々重ねてやっていくとまた状況変わってくるんでしょうけども、やっぱりまずとりあえず受け取ってもらって、それで見てで、知ってる感じの方もいましたが、やっぱりそこから始まると思いますので、まずはね、国会として知ってもらうっていうところの方法になればとは感じました。そうですね。はい。一番上がってる。まさかの議員、初めてだったの、議員。え、何が？ああ、議員としてはね。で、知ってるアイダホって立ち上げメンバーなんだよ。一番初年度、あれだよね、まめたとロンさんと渡さんが、はい、そうそう、スターティング立ち上げなんです。そうそうそう。え、普段どういう活動をしてるんですか？普段は大学のサークルで勉強会という。勉強会？え、例えば？本当にもう知らないので LGBTIQ ってなんだろうっていうところから、性ってなんだろうって3つの性とか言ってやってるんです。え、それは去年から始まったんですか？去年から私が始めました。あ、それはどういうきっかけで始めたんですか？私が上川綾さんの講演会に大きく機会があって、そこでもっと勉強したいなって思って、自分で本読んで石川大我さんの本とかも読みつつですね。で、授業で習わないじゃないですか、学校で習わないじゃないですか、だから自分たちがやるしかないかなって思って。え、いわゆる、セクシャルマイノリティ当事者っていうことでは？ではないですね。ただ部員にはいます。すごいね、当事者ではないところ発信のサークルなんですか？ちょっといろいろ活動的なんだもん。それはでも友人にいたとかいうことですか？もうでも先に私が講演会を聞いてやりたいなって思ったので。その講演会聞いた時にはすでに周りにいる状態？知らなかった。え、知らなかった？分かんなかったです。自分の周りにいないけどこういう人たちがいるんだって知って衝撃を受けて。そう、知らないことに衝撃を受けて、それは知らさなきゃいけないことかなと思って、自分の知らなさにもちょっと衝撃だったので、はい、ただ正しく知りたいなって思って。今サークルは何人ぐらいいらっしゃるんですか？勉強会に参加された人は15人ぐらいいる。当事者の方って増えてます？いや、一人ぐらいしかちゃんと言ってないですね。ああ、中で言ってるかどうか。はい。ああ。まだ山梨がただでさえ田舎で、ただでさえ少ないところで、なかなか人集まりはできないので、コミュニティとかもなくて。情報も全然。情報も全然なくて。あるの知ってても、ね、行けるか行けないかっていうの、結構最初がすごい勇気いりますよね。性同一性障害を見てくれる病院がないらしくて、山梨県内に。ああ。東京行くしかないみたいな。ああ、そうなんだ。それも問題ですよね。いくら私たちが何かしても結局山梨じゃダメなんだみたいなことになりかねない。なるほど、ありがとうございます。すごい。いいですか、いいですか。なんですか。ちょうど人数分あるんで。はい。ありがとうございます。